はーい、ビールでーす。もう一人や。いや、あんたも言いなさいよ。そんなことある？あるよ。そうでしょ。はい、はい、まずお知らせさせてください。お知らせ先に忘れちゃうけ、うん、イベントのお知らせ、うん、今週土曜日、土曜日何日？21日、佐賀県炎のひろし記念堂、炎の白記念堂、はい、記念堂ね、うん、多肉植物販売会やります、はい、谷友です。谷友、出店者さんも3店舗ぐらい出るか、うん、ね、うん、ぜひ遊びに来てください。名前何で言わんの？何？名前を。何の？出店者さんの名前。出店者さんの名前、うん、何だっけ？コントレール。コントレールさん、はい、多肉ランドコントレールさん、市川ファームさん、はい、ヤギファームさん。何で勝手に名前つけてる？ヤギファームになったや。名前何だっけ？もうヤギファームになってる。ヤギさんごめん。もういつもヤギヤギ言ってるけ。名前なんだっけ？森の多肉園。森の多肉園。ね。森さんで。え？森さんで。森っていうの？うん、名前？ヤギさんじゃないよ。森さんで。うん、そういうことです。そういうことです。でドロさんも買いやすい安いちっちゃめの、うん、ね、ちょっと金額下げた分もいっぱい持っていきます、はい、ね、よろしくお願いします、はい、そして今週来週っていうのか日曜日は来週次の日曜日22日から、29日まで、うん、兵庫県、はい、明石城下でやります。町並み公園ガーデニングショー。町並みガーデニングショー。ガーデンショー。いっぱい出ます。出店者さんいっぱいいます、はい、でうちもでっかい寄せ植え、持っていきます。そしてコンテストもあります。ガーデンショー、うん、お花も多肉も寄せ植えのコンテストあります、うん、ぜひぜひぜひ8日間、8日間出ます。はい、どうなんかこうなるよ、なんかなんこの構図はなんかなんかもう歩けないおじいちゃんみたいな、肩もみせんといけみたいな。そう、もまんかいもまんかいっていう感じでね。椅子も一個あればいい。まあいいや。そうでしょ、そうでしょ、うん、そやね、まあ、まずお知らせね。はい、はい、そしてあ、ちょっと待って、お知らせの前にドロさんさ、うん、ドロさん、みんなさ、2個目、3個目が欲しいって、うん、平選手権、え、平選手権のため、はい、平選手権、もうことごとく皆さん平してますけどね、今日平してない、ちょっと紅葉を始めた私のちょっと出しますので、あ、YouTube では平見せられんって言ったんか。なんで？なんか言ってたやん。ちょっと持ってこようか。そこにあるやつ。持ってきていいよ。椅子も持ってきて。うん、こうが、こういいとこ見せてよ。綺麗なとこ。夜綺麗やけん。ガミさんの絵もね、もうこういうかっこよくないか、ライトと。ちゃんとこうちゃんとこうバランスで。バランスで。バランス。おお、かっこいい。でしょ？かっこいいでしょ？この落書きかっこいい。もうステンドグラスの、こんな感じです。ここもかっこいいですよ。あ、もうできた。そこにある、そう、ここの、あ、風のとこ、これは、あ、俺の超スーパーヘイ。これはもう細いヘイで俺の超スーパーヘイ。暗いやろ。これどうさん、ヘイ、もうこう100人以上いるよ。ヘイ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 、もうヘイヘイ。めっちゃ細くない？それなんか細いですね。そうです、これも完全な徒長やん。何徒長、その言わんで、ヘイで、ヘイがいっぱい。そうで、こうしたくてしてるんやけん、うん、だってさ、
食べちゃうので食べちゃうので、そうで、もうモリモーリーで、モリモーリーでしょ、はい、そうでしょ、これそういうことよ。これ何なの、これ何なの、これすげえでっかいですよ。いや、2個3個みんな欲しいって言おったけんな、兵を作りたいから。俺はこれからこれからどうなるか見たいからわざとしてるの、うん、今日スレッズの方であの出すよ、うん、ちょっと色気が出てきたドルさん、うん、やめてー、めっちゃ長っ。そう、それが 秋立ち出す予定、秋立ち出す予定やけでしょ、もう重くてこうへにゃってなってるよ。いや今あの消毒かけたけだろ、うん、ちょっと消毒したけ、うん、これで 秋変身しますのでそうです、もう秋です、秋ね。あともう重大なお知らせね、はい、ね11月、うん、まだイベントその間あんだけど、うん、11月中に、第4期生リエール生産者塾、うん、違うよね名前が、農業塾、募集4期生募集します、はい、ね、やっぱ大きい、うんうん、今の時代な、うん、副業、そうやな、副業から本業、うん、絶対多肉でしょってもう今思ってます、絶対多肉でしょ、うん、でさ、じゃあそのやっぱ本気でやる人ってすげえお金いるよ最初、うん、でしょ、だどのレベルでするか、うん、でしょ、うん、だ小さい月に2万円5万円10万円、うん、副業、うん、全然 OK じゃん、うん、でしょ、これからの時代な、はい、副業、うん、これはやった方がいいんじゃないっていうさ、それを多肉でできたらいいんじゃないっていうさ、本当、はい、そういう時代になってきてるから、うん、ね、ちゃんと現実を見て偉そうに言いますが、うん、もう年金だなんだってもう当てにせず、うん、じゃあもっと小さい2万円3万円、うん、今のプラスアルファになったらいいんじゃないですかっていうな、うんうん、そういうのもありだよね。もう俺なんかでかいことばっか言ってるから、そのなんかちょっとなんか変なになっちゃうから、だけどもう2万円3万円さ月稼ぐさ、うん、うん、プラスコメダいけたらいいんじゃない？コメダ？でしょ？でしょ？お小遣いプラスなったらいいんじゃねっていうさ、副業でな、考え方よな、うん、そうそう考え方、うん、でももうそういう時代になっていくじゃん、そうやな、でしょ、もうらしい、かなり物価上がってきたもんな、うん、でも給料わからないって、うん、そうそう、給料なんか30年変わってないんだから、そうやな、ね、でこれからもうどんどん変なになっていくよ、税金も上がるし、うん、でしょ、でそんな時にさ、やっぱこう自分のさ手元に残るお小遣いがさ、うん、さ3万5万とかいう お小遣いやってさ、じゃあそれがもう倍になっただけでさ、うん、3万5万稼げただけでさ、うん、この今までのさ暮らしよりさ2倍3倍って豊かになるわけや、うん、だけどやっぱ副業ってめちゃくちゃ大事になってくるよな。みんなもね、うすうすは気づいてんだけど、うん、もう嫌なこと逃げてるからやれない、やらないんよな。で AI が出てきてとかさ、いっぱい絶対耳にみんな入ってるはずだよな。で会社なんかもさ AI でさ、みんなリストラされたりさ、そうなっていくはずじゃ、みんな言ってるし、もう絶対やな、絶対なんだよ。だから今さ自分でさ、起業してとかさ、個人事業主でいいよ、うん、ね、副業してとかさ、おすすめします、うん、多肉はブームじゃありません、うん、ね、そしてまだ誰も知りません、近所の人、うん、多肉をということは最先端でございます、うん、ね、うん、その稼ぎ方まで教えます、
でしょ、うんうん、あとね、やっぱ気持ちの持ちようだったり、なんかこう、また違うことを学べるよな。そうそうそう。だけどさ、ただ多肉屋さんになるんじゃない、うん、ビジネスとしてこういう考えでこうしたらこうなるよとかいうのを、うん、もうゲームよな、ゲームなんだ。俺に言わすとゲーム感覚でさ、うん、そしてそれが副業になって、まず勇気がない人は副業からスタートでいいじゃん、うん、そこからさ、ちょっとお、いけるかって言ったら本業にできる職種や、うん、こんな隙間産業ないから、だけど本気でちょっと考えた方がいいんじゃないっていうさ、うん、で世界で流行ってるから、うんうん、これはチャンスじゃないかっていうさ、うん、な、で生産者も今増やしてるじゃん、うち塾、はい、増やしてるでしょ、はい、全然足んないんだから多肉が、うん、そうでしょ、全然足んないんだよ。だからもう安心して、まだまだ全然全力作りたいだけ作っていいよ、うん、それでいけるけん、うん、でその後はうちが、作ります、教会を、ね、うん、JA みたいの、分かる、うん、もう言っちゃったダメダメじゃない、でもここも間違えちゃってる、間違えてるよね。俺大学生じゃないです、塾じゃないよ、塾の話してんのかと思って間違えちゃったけど、これ YouTube や、 YouTube そう、JA 作りますわかるでしょ、うん、でもうそうやってさ、うん、副業から本業、うん、全然ありや、うん、ビジネスとしての考えを持ってやったら必ずいけます、うんうん、ね、間違えてる人いっぱいいるから、うん、でしょ、うん、飯食える勝負、今しませんか、皆さんしませんか、ということ、それが11月、まだ日にち決まってないけど、うん、募集スタートしますので、はい、4期生な、うん、っていう感じでな、そうで、うん、もうとにかくそういう時代です、うん、危ないです嫌なこと逃げずに、そうですね、ちゃんとな、現実、うん、現実見て、自分のために、家族のために、うん、背負ってるものがある人ほど勝負した方がいいです、うん、自分のためです。5年後は大変なことになってます、多分、うん、10年後なんかもう絶対です、うん、ね、今やらんと、うんうん、危機を感じた方、お待ちしております偉そうに、ね、偉そうにな、そう、でも本当やけな、楽しく多肉やりませんかっていうこと、はい、コツ全部教えますでしょ、うん、オッケー、どうですか、よろしいですか。もう涼しくて寒いな。え、何でいいですか、私今びっちょびちょなんや、こっち側全部、寒いわ、ちょっともう秋になったらなんか一気にモリモリこれが嫌なんだけど、なんてなんかノリみたいで映ってないけど、そう、下のあれでしょなんかめっちゃモリモリになってない、え、よし行け、よし上が、かわいいところ、すごいモリモリなんです、え、モリモリなんか、そうよ、モリモリなんか、うん、ジャングルなんか、クマが咲いてる、クマ、こっちこっちこっち、クマの花、クマの花、どうですか、クマの花、逆タコさん、こんなさ、こんなに長くなる？何が？こんなに長くなる？星がめっちゃ元気じゃない？すごい。長くない？めちゃ長くない？ここはもうだって2年以上か。うん、2年未満か。すごいな、モリモリで、これすごい、ここがもう大変なことになってる、めちゃくちゃ、もう駅が埋もれちゃうけ、そうですね、でもこれもでかくなりましたね、出てきて、これも生き生きしちゃうの、なる
たち春萌え。ムチムチ春萌えや。本当ですね。夜がまた綺麗。ゆうちゃんもこれやろ。ヘラ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 。あ、色がわからん。色がわからんな。全然色がわからんで。悲しいな。すごい、紫。元気もりもり。元気もりもり。こんなに大きかったかしら。大きくなりましたね。アロマティカで、チームが高くない葉っぱが。どこに行って、これ、分からんない、どうかしすぎて、粒がでかすぎやろ、大きい、OK、うん、OK よ、はい、okay? うん、もう時間ありません、はい、はい、それでは、イベントお待ちしております。お待ちしてます。はい完全悪すぎるよな。はい、どうぞ。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、バイバイ。